こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは定期預金の冬のキャンペーンについてです。撮影日は12月5日火曜日となりますね。まず一つ目はネット銀行の定期預金金利についてご紹介いたします。そして二つ目は地方銀行の定期預金金利となりますね。今回なんと5年もので 0.6% の定期預金も誕生したんですよね。では最後まで見ていってくださいね。目次一つ目はネット銀行の定期預金金利冬のキャンペーンをまとめました。今回ご紹介いたします銀行は4つとなりますね。まずは1ヶ月ものの定期預金金利ですが、イオン銀行が 3% と素晴らしい金利ですね。そして6ヶ月ものにつきましてはソニー銀行で 0.23%、 SBI 新生銀行でも 0.2% となっておりますね。続いて1年ものとなります。こちらは住信 SBI ネット銀行、ソニー銀行、 SBI 新生銀行で 0.2% となっておりますね。続いて3年ものは SBI 新生銀行の 0.4%、 そして5年ものですと SBI 新生銀行が 0.55% ですね。住信 SBI ネット銀行でも 0.4% となっておりますね。ご覧の表の通り SBI 新生銀行はかなりの良い金利を叩き出しておりましたね。そしてキャンペーンの期間につきましてはご覧の通りとなっておりますね。では一つ目の住信 SBI ネット銀行を見てまいりましょう。定期預金1年ものは 0.2%、 5年ものは 0.4% ですね。こちらのキャンペーンの期間ですが、2023年12月4日から2024年2月4日までとなっておりますね。年定期預金特別金利キャンペーンとなっております。1年ものは 0.2%、 5年ものは 0.4% ですね。そして対象となるお客様については、当社に口座をお持ちの個人のお客様ということです。預け入れの上限額はありませんね。続いてソニー銀行となりますね。6ヶ月ものが 0.23%、 そして1年ものが 0.2% となりますね。キャンペーンは2023年12月1日から2024年2月29日までとなっておりますね。延定期特別金利のキャンペーンとなっておりますね。6ヶ月ものが 0.23%、 1年ものが 0.2% となりますね。対象となるお客様は当社に口座をお持ちの個人のお客様となります。預け入れ金額の上額は記載がありませんでしたね。次にイオン銀行となります。1ヶ月ものが 3% の金利は大きいですよね。キャンペーンは11月17日から2024年2月12日までとなっておりますね。店頭預け入れの限定でマネックス証券提携記念キャンペーンとなっております。定期預金キャンペーンでイオン銀行口座新規開設のお客様限定、1ヶ月ものが年利 3% となるんですよね。対象となる方ですが、以下の対象取引条件を満たし、定期預金お預け入れ期間中にイオン銀行有人店舗へご来店されたお客様となりますね。1ヶ月ものの定期預金はなんと年 3% なんですよね。条件は2つありますね。1つ目は口座開設期間中にイオン銀行口座を新規に開設された方、2つ目は定期預金のお預け入れまでにインターネットバンキングへご登録された方ということですね。期間につきましてはそれぞれ3つありますね。まずは口座開設期間につきましては2024年1月12日までとなりますね。そして2つ目は定期預金のお預け入れ期間につきましては2024年2月12日までとなります。そして来店期間につきましては2024年3月4日までとなりますね。そして預け入れの上限額は200万円までとなっております。次に SBI 新生銀行となります。6ヶ月ものと1年ものは 0.2% ですね。3年ものが 0.4%、 5年ものは 0.55% となっているんですよね。キャンペーンの期間につきましては11月28日から2024年1月31日までとなっておりますね。SBI 新生銀行1周年ということで、円預金オールスター冬の大感謝祭となっておりますね。パワーダイレクトの円定期預金1年もので 0.2% はキャンペーン中ということです。3年ものも権利は 0.4% は大きいですよね。対象となるお客様は SBI 新生銀行のパワーダイレクトインターネットバンキングからお申し込みの方ということです。預け入れ上限は特にありません。目次二つ目は地方銀行の定期預金金利冬のキャンペーンをまとめました。今回ご紹介いたします地方銀行は全部で6行となりますね。まずは6ヶ月ものとなりますが、きらやか銀行で 0.33% がナンバーワンとなっておりますね。それ以外にも東京スター銀行では 0.05%、 青空銀行 0.2%、 オリックス銀行は 0.1% となっておりますね。続いて1年ものはオリックス銀行の 0.3% が大きいですね。
他にも青空銀行で 0.21%、 東京スター銀行でも 0.2% ですね。続いて2年ものとなります。こちらは三井住友信託銀行が大きいですよね。2名様以上の同時の申し込みで、なんと2年もので 0.4% ですね。そして三井住友信託銀行と初取引の方は 0.35%、 そして既存の顧客についても 0.2% ということですね。他にもオリックス銀行でも 0.15% となっております。続いて3年ものとなりますが、オリックス銀行が一番大きいですね。 0.35% であります。それ以外にもキラヤカ銀行 0.33%、 東京スター銀行と青空銀行でも 0.3% は嬉しいですね。最後に5年ものとなります。こちらは三井住友信託銀行が大きいですね。2名様以上でなんと 0.6%、 初取引の方では 0.55% で、既存顧客は 0.4% となりますね。それ以外にも青空銀行とオリックス銀行でも 0.4% は嬉しいですね。そして島根銀行では 0.35% となっております。では一つ目の地方銀行をご紹介いたします。島根銀行となりますね。5年もので 0.35% であります。期間は10月16日から2024年2月29日までとなりますね。地方限定期間限定キャンペーンで5年ものの延滞預金が 0.35% となりますね。対象となる方ですが、スマートフォン支店の口座を保有しているお客様で、地方銀アプリを利用して本預金へのお預け入れをお申し込みされた方ということです。預け入れ上限はありませんが、こちらは300万円以上の預け入れは必要となりますね。続いて2つ目の地方銀行はキラヤカ銀行となりますね。6ヶ月分で 0.33%、 3年ものも 0.33% なんですよね。キャンペーンは2023年12月から開始されております。ネットキラヤカさくらんぼ支店の定期預金は選べるお得な高金利ということです。ネット支店限定ということで、6ヶ月ものと2年ものが 0.33% なんですよね。預け入れ金額一口は30万円以上で1000万円未満ということですね。なお預け入れ工数に上限はないということです。対象となる方はネットきらやかさくらんぼ支店に口座をお持ちの方で、ネットきらやかさくらんぼ支店の新規口座開設者は日本国籍で、日本国内に居住している18歳から64歳以下の方となりますね。預け入れ条件はここにありません。続いて3つ目の地方銀行は東京スター銀行となりますね。6ヶ月ものは 0.05% ですが、1年ものは 0.2%、 そして3年ものは 0.3% でありますね。キャンペーンは2023年10月から開始されております。スター1延定期預金プラスとなりますね。高金利で魅力的な A 金利となっております。6ヶ月ものから3年ものまで用途に合わせて選べるということですね。インターネットバンキングなら50万円からお預け入れが可能となっております。そして対象となるお客様は、東京スター銀行に口座を保有される国内居住のお客様であります。インターネットでのお申し込みは18歳以上の方となります。預け入れの上限額はありませんね。4つ目の地方銀行は青空銀行となりますね。6ヶ月ものは 0.2%、 1年ものも 0.21%、 3年ものは 0.3% で、5年もの 0.4% となりますね。こちらのキャンペーンは2023年11月から開始されております。対象となる方ですが、日本国内居住の当行のバンクと表示されております口座で開設済みの方となりますね。預け入れ上限につきましては特に記載はありませんでした。次に5つ目の地方銀行は三井住友信託銀行となりますね。冬の円価定期預金金利優遇キャンペーンとなりますね。こちらはご予約優先ということで、ご来店が必要となるようですね。そして2名様以上で初めて当社とお取引をされる方につきましては、5年もので 0.6%、 2年ものでも 0.4% となるんですよね。そして初めて当社とお取引をされる方でも、5年もので 0.55%、 2年ものでも 0.35% ですね。すでに当社とお取引のある方も5年もので 0.4%、 2年ものでも 0.2% ということですよね。対象となる方についてですが、本キャンペーンではアプリスマートライフデザイナーのダウンロードが条件ということですね。すでにダウンロード済みの方は来店時に担当者アプリを提示するということです。そして個人のお客様が今回対象となるということですね。注意事項としては、三井住友信託ダイレクト電話やインターネット ATM でのお手続きは対象外ということですね。店舗に行って手続きする必要があるということです。預け入れ上限は特にありませんが、一口300万円以上となっておりますね。
次に6つ目の地方銀行はオリックス銀行となりますね。1ヶ月もの0.1%、6ヶ月もの0.3%、1年もの0.15%、3年もの0.35%、5年もの0.4% となりますね。こちらのキャンペーンは2023年11月から開始をされております。対象となる方ですが、国内に在住する e ダイレクト預金口座をお持ちの方ということですね。預け入り上限は特に記載がありませんでした。